日本で最初のスペシャルティカーであるトヨタセリカスペシャルティカーとは自動車の一カテゴリーの故障スペシャルティカースポーティカーデートカーとも言う多くの場合が実用型大衆車のプラットフォームとコンポーネンツを元にスポーツカーにも通じるスタイリッシュなクーペもしくはハードトップボディを仮装している比較的低廉な価格でスポーツカーや GT カーのムードが味わえるのが特徴で、1970年代初頭から1990年代初頭にかけてデートのための車として多くの若者たちの人気を集めたフォードマスタング日産シルビアホンダプレリュードスペシャルティカーを初めて世界に周知させたのは1964年に発売されたフォードマスタングである。 同社のファルコンの車子上にスポーツカー風のクーペボディを乗せた車で、当の報道すら予想し得なかったほどの大ヒットを記録した自動車雑誌、カーライフの編集者であったデニス・シェイティックがこれをポニーカーと呼び、1967年にゼネラルモーターズがシボレーカマロ、1970年にクライスラーがダッチチャレンジャーをそれぞれ対抗馬として発売したことから、 ビッグスリーによる三つどもえの馬力競争と販売競争へと発展し、一大ジャンルが形成されるに至った。当時の米国自動車業界ではこれらのロングノーズ、ショートデッキのクーペボディを持つ車を、より高価で高価なビュイックリビエラ、キャデラックエルドラド、フォードサンダーバード等と共にスペシャルティカーズとカテゴライズしていた。日本では1962年に実質的な初のスペシャルティカーは、 プリンス自動車から発売したプリンススカイラインスポーツである。マスタングの成功に触発されて1970年に発売されたトヨタセリカが初めて大々的に売れたスペシャルティカーである。セリカは主に E20 型カローラのコンポーネンツを一部流用して作られたが、車種は既存の車種をベースとしておらず、その数ヶ月後に セリカと同じ車種で、ノッチバックセダンボディのカリーナが登場している。日本では、その後、ハイガス規制の賃貸ムードを打ち破り、マツダコスモ AP が広い年齢層に支持され、爆発的なヒットを記録。ついで1970年代末の S110 型系、シルビアと、1980年代の2代目ホンダ、プレリュードが2大デートカーとして君臨した。その後、 バブル期に目立ってセールスを上げた車種は3代目プレリュードと S13 型系、シルビア、E90 型系、カローラ・レビン、スプリンタートレの程度となり、スペシャリティカーの市場はスポーティーさより高級感を重視したハイソカーにとって変わられていった。バブル崩壊後は車に趣味性より実用性が求められるようになり、1990年代の RV ブームから、 ステーションワゴンや SUV、2000年代以降はミニバン、コンパクトカー、軽自動車、ハイブリッドカーなどが入れ替わり立ち替わり一般大衆の人気の中心となって推移した。その結果一般的なノッチバック型セダン以上に実用性、機能性、経済性に乏しいクーペ型自動車であるスペシャルティーカーは著しい壊滅状態に追い込まれた。 また近年の若者の車離れとともに、デートはクーペで、ドライブという価値観もほぼ崩壊したため、近年のクーペ型自動車を、スペシャルティカーと呼ぶことは皆無となった。代わりに近年は、高級車や大衆車に関係なく、すでに防流のカテゴリーと化した、ノッチバック型の4度合わせ弾や、ピックアップトラック、スポーティーかつステータス性が高く若年層にも、人気を誇るクロスオーバー SUV を、 かつてのスペシャルティカーと重ね合わせる声が少なからずある。2007年に、三岡自動車が販売した2ドアクーペのオロチは、スーパーカーに匹敵する価格であるが、走行性能より快適性を重視する、ファッションスーパーカーというコンセプトに基づいて、設計されている、は、軽自動車、トヨタ日産ホンダ松田三菱自高富士重工、鈴木大発いすず三岡、ありがとうございます。